王立ハノーファーク有鉄道は1843年からハノーファー王国がプロイセン王国に1866年に併合されるまでの間存在したハノーファー王国の国有鉄道である。プロイセンへの併合時、路線長は約 800km あり、これはプロイセン国有鉄道に引き継がれた。十字鉄道の考えは ハノーファー王のエルニスト・アウグストがハノーファーに中央駅ができるのを避けようと望んだことから生まれた。このため、ハノーファーの郊外のレール手で十字に交差するように、鉄道路線が敷設され、結果として、レール手は重要な鉄道の拠点として発展することになった。ハノーファー王国政府は、当初から国内の鉄道建設を、国有鉄道により実施した。 これは計画されていた最初の鉄道路線への民間の出資者がいなかったためであった。以下が計画路線である。ハノーファーブラウンシュバイク線の最初の区間はハノーファーからミスブルクを経由してレール手までの 16km で1843年10月22日に開通した。このブラウンシュバイクへ向けての延伸は 1843年12月1日に国境のパイネまで実現した。1844年5月19日にこの2つの都市を結ぶ 60km の内ほぼ3分の1を所有するブラウンシュバイク広告国に鉄道と連結された。1845年10月15日にレール鉄エレ線が開通し、 1846年6月12日に、レールテ・ヒルデスハイム線が開通した。十字鉄道以降、以下の路線が1843年3月13日設立の、王立ハノーファークニュー鉄道の指揮により建設された。セレ・ハンブルク間、ユルゼン、リューネブルク経由、1847年5月1日、開通。 また、ハノーファー民電線が1847年10月15日に開通して、ケルン民電鉄道運営の本線と接続した。ブレーメンとハノーファーを結ぶ路線の時刻表、1854年プロイセンと自由都市ブレーメンの共同出資で建設されていた、ブレーメンへの路線は、プロイセンの望みに反して、民電から直接ではなく、 ハノーファーのブンストルフから建設された。1847年12月12日に、ブンストルフブレーメン館が開通した。1848年から1849年に、かけて起きたドイツ3月革命のために、ハノーファー王国内の、さらなる鉄道網拡張は遅延することになった。レーネからオスナブリュックで、ケルミンミ鉄道に接続し、デンまで結ぶ。 プロイセンとの合同での鉄道の計画は、路線の経路とオランダの鉄道への接続をめぐる、長い議論が終わるまで、実現することはなかった。最終的に合意されたのは、現在の路線で、レーネからオスナブリュックを通り、プロイセンの来年へ向かい、王立ベストファーレン鉄道トミュンスターで接続すると、共に、ここからザルツベルゲンを経由して、 レイアおよび、エムデンへ通じることになった。オランダの鉄道網への接続は、ハノーファー領のザルツベルゲンから、ベントハイムを経由して、オルデンザールと至ることで実現された。1854年11月24日に、最初の区間、エムデン・パーペンブルクが開通した。1862年1月23日に、ブレーメンへの路線の延長として、ゲーステミュンで、 ベーザーミュンデまでの路線が、やはり、ブレーメンとの共同で実現した。長い間の交渉の末、1864年3月15日に、リューネブルクからホーンストルフまでのエルベ川沿いの路線が建設され、同時に、ラウエンブルクホーンストルフ鉄道連絡線が設立されて、エルベ川対岸のラウエンブルクビューヒエン線と連絡した。フィーネンブルクと、 ゴスラーを結ぶ鉄道も、王立派のオファークニュー鉄道の所有であったが、この路線は、ブラウンシュバイク広告区ニュー鉄道が運行していた。ゲッピンゲン・アーレンスハウ全館及び、ノルトハイム・エルリーヒ館の路線は、広島戦争後に、王立派のオファークニュー鉄道がプロイセンに、移管されるまでには完成しなかった。 1866年12月15日、王立派のオファー区有鉄道は、プロイセン区有鉄道に統合され、プロイセン区有鉄道派のオファー管理局となった。ありがとうございます。